こんにちは、浅賀じいさんです。今日はね、アリッサムミックスの摘心をして超満開にする4つの方法をね、皆さん伝えたいと思います。このアリッサムとても可愛い花なんですが、特性はですね、常緑性で耐寒性が強いです。特徴はね、水はけの良い日向を好みます。で、酸性の土をね、嫌うんですね。それではね、早速摘心を始めていきたいと思います。摘心は皆様ご承知の通り、枝先をカットして脇芽を出す作業なんですね。ですからね、切り方なんですけども、大体丸くなるような感じでカットします。こんな感じですね。で、枝先をカットしていくっていうことなんで、全部花はじゃあどこから切るかということなんですが、大体花をね、目指してこうつまめばですね、大きな葉っぱが下にあるんですよ。で、大きな葉っぱの上で切ります。例えばこの葉っぱ、がありますので、この上でちょこんと切る、こんな感じですね。これを繰り返すだけです。はい、これでしたらまた大きな葉っぱが下にありますからね、この上でちょこんと切る、こんな感じですね。はい、これを繰り返していくだけなんですね。ここに大きな葉っぱがありますから、この上で切る。しかもこれも考えながら切っていくということですね。ですから、ちょっと下目になったり上目になったりということになります。大きな葉っぱがありますからね、ちょこんと切る。これを繰り返すだけです。大体ね、カットできました。まずね、摘心が終わりましたので、こういったものでまず消毒をやります。ごめんなさい、こっちですね。切り口の消毒と虫病気の予防ですね。ただこう全体的に、でちょっとね、根鉢が根が見えてるところがありますので、これ後で土をちょっとね、持ってあげたいと思います。消毒終わったらこういったものね、肥料をやりますね。こういった固形肥料ですね、3個ずつぐらいですね、2個ずつぐらいですね、鉢の内側に入れます。3箇所ね。なんでこれ鉢の内側かというと、一番根から遠いからですね、根に負担が来ないからです。なんで埋めるかというと、転ばないようにですね、ただ埋めるだけです。で、これでね、摘心の完了ということになります。引き続きね、超満開にする方法、超満開にする4つの方法ですね、これを伝えます。まず1つ目、何かというと栽培環境なんですね。春と秋はね、風通しの良い日向で育てます。で、一段高い場所にね、置いて雨による泥はねを避けます。2つ目、水やりです。
土の表面が乾いたらたっぷり水をやります。で、高温期に加湿になると株が蒸れて立ち枯れたり根腐れするの、しますので長雨はね注意が必要かと思います。3つ目は肥料です。9月から11月と2月から6月に緩効性肥料をやります。さらにね2月から6月に液体肥料をあげてください。4つ目、何これ一番重要ですね。今日ね摘心やりましたけど実は4つ目も摘心なんですね。やらなくてもねある程度花は咲きます。今日咲いてる倍ぐらい咲くんですけどね、株も大きくなります。でもそれではね、超満開は無理なんですね。鉢いっぱいにはなりません。ですからもう一回だけやる、そしたらねあらかたこうなるかと思いますね。見応えがあるかと思います。まああの気が向いた方はねやっていただければいいかなと、まあ、これでもね十分咲いてくれますけどねということです。今日はリッサムミックスをね、摘心しました。花咲かじいさんと一緒に超満開の花を咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントくれてありがとうございます。感謝感謝感謝なんですね。チャンネル登録しまた視聴して花咲かじいさんを応援しましょう。方法は画面中央に私の似顔絵が出てますからね、ピッとねクリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまた張り切ってお会いしましょう。